そこが上げられたらすごい無人ですよね。やっぱり一番すごいのは売上がこう上がってることと、その再販率がすごい多いというね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。8月26日水曜日、秋葉原 UDX で FC チャンネルショーをやります。まあ、去年もね、たくさん来場いただきましたんで、今年はさらに増えるでしょうね。楽しみにしています。お申し込みは LINE から。重荷の台所、宮原さん登場ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日収録でしたね。はい、そうです。どうでした？いやー、めちゃくちゃ緊張しました。まあ、緊張されてるようにも見えました。はい、でもいつもこんな感じなのかなとも思いました。やっぱり一番すごいのは売上がこう上がってることと、その再販率がすごい多いというね。まあ、目視だからちょっと怪しいっていう話もありましたけど、でもね、そこがね、本当に再現されれば、その無人でオープンケーキしかないわけですから、そこが上げられたらすごい無人ですよね。そうですね。だからあれはデジタルで撮れば確実に撮れるかっていうと、そうでもないわけじゃないですか。やらない人もいるわけで、結局そこがもう無人業態はやってみて、まあ当たり前ですけどリピーターなんですよね。うん、そこの率が良ければうまくいくし、それが良くなければ確実に売り上げは下がっていくっていう、単純にそれだけだから、まあね、僕だけふんわりをして、あと全員ね、釣りを出すというね。嬉しかったですよね、あれはね。はい、最初ね、出されて、ちょっとやばいなと思ってたんですけど、2人目の青笹さんから。僕はそれも、がっつりとは何馬身も離れてますよって言ってましたからね。なんか印象に残る場面とかありました？そうですね、三浦会長がすごく丁寧にというか、まあ、マーケティングについて、広告だったりとかっていうところをいろいろアドバイスいただいたので、もうすぐやらなきゃなっていう感じでした。何もやってないなっていうのは伝わってるんで、こっちに、まあ、そこをプラスに取ってくれたってことですね。これからやれば伸びしろがあるっていう風に捉えてもいただいた。だって広告回せば 35% ね、リピートするんだったらすごい売り上げになるはずです。だから僕はもう何でも言いますけど、もうちょっと待って150万とかなったら出てくるのが普通じゃないのっていう風に思ったんですよ。でもまあ実際にいろいろ見てますけど、後から上がっていくってあんまないんですよ。もちろん最初何にもやってないっていうのはあるんでしょうけど、でも一応店はあったわけですよね。倍になったわけでしょ。そうですね、ほぼほぼ最初オープン40万ぐらいが、はい、40ぐらいが、今は80万円ちょっとぐらいあるんで、説明会やって加盟の方もしいらっしゃるようでしたら、オープンするまでには、まあ、最低でも100万円ぐらいは売り上げが作れるような形をやりたいなと思ってます。おそらく、まあ、今日案内あるんだと思いますけど、説明会までにまだ時間があるんで、はい、まあ、そこで、まあ、こういう風になってます。本当にみんな下がるんだから、まあ、あとは実際味ですよね。まあ、美味しかったですし、まあ、試食はまあまあ美味しいものなんですけど、だけどまあ美味しかったし、まあ、あと三浦さんが言ってたのかな、そんなにないんでね、まあ、もちろん東京だったら大久保まで行きゃいくらでも種類ありますよ、美味しい。でも普通に家の近辺でって言ったらないからね。ここに今強みというか、スープだけって言ってるところが一番あるんですけど、食材を含めたところっていうのはまだ世の中にないんで、その辺もあり、今ちょっとフライング気味に出てしまったっていうのもあるかもしれないです。まあ、それが吉と出るかもしれませんね。まあ、一応ここまではがっつりになってるんだから、これは今のところは吉と出たんでしょうけど。というわけで、8月5日土曜日2時から、東京駅周辺で加盟説明会をしたいと思います。どんな方に来てもらいたいですか？加盟店と本部っていうよりも、まあ、本部の一人陣として、まあ、一緒に頑張っていただけるような方に来ていただけるとすごく力強いなと。また都合のいい、そんなね、お金も払いながら本部やってくれるなんて、もうそんな。というわけでね、まあ、仲間を募集してるみたいなんで、ぜひ以前に共感される方はこちらから。はい、 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。